勝ち取ってみせる。勝ちに行こう。クラシックロードの終着点、菊花賞を制し最強の称号を手にするのは誰だ。さあ一番人気の紹介です。15番、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、TM オペラ王、皐月賞ウマ娘アドマイアベガ。現在3番人気、注目株のウマ娘だ。菊の舞台で残りの1冠を手にすることはできるか。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマヤのトップガン。6番10番、期待通りの結果を出せるか。1番人気、15番、マヤのトップガン、快調に飛ばしていきます。さあ激しい先行争いで前に出たのはマヤのトップガン。続いて6番、早くも激しい競り合い。3番手、10番、およそ5馬身開いて AM オペラ王、1馬身差。15番、その後からメジロマックイーン。7番、並んできた。1馬身離れて9番、第4コーナーカーブ。先頭がやや速いのか、隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。現在1番手はマヤのトップガン。続きました6番、2馬身3馬身開いて10番、外。15番、 AM オペラ王続いている。まずは1周目、正面スタンド前に入った。少し離れて7番、その外並んで9番、その後ろメジロマックイーン、その外並んで18番、少し後ろから16番、3馬身差アドマイアベガ。少し離れて5番、少し後ろからメジロライアン、外を回ります。11番、さらには前のロブロイ、外から行く。14番、内には4番、最後方成田大使、意気揚々と先頭行きます。マヤのトップガン、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。さらにマヤのトップガン、6番、並びかけてきた。2馬身3馬身開いて10番、3馬身離れて15番、少し離れて9番、1馬身差 AM オペラ王、その後メジロマックイーン、さらには7番、それを見るように18番、そしてその外アドマイアベガ。内から16番、2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。マヤのトップガン、さらにマヤのトップガン、そしてその後ろから行くのは6番、後ろ10番、そしてその後方には15番、後ろ9番、外から外から AM オペラ王、2馬身離れてメジロマックイーン、外から外からアドマイアベガ、少し離れて7番、それを見るように18番、残り 1000m を通過。そして16番、それを見るように14番、少し離れて11番、そのうち並んでメジロライアン、外を回って成田大進、そのうち並んで前のロブロイ。15番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まると。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ギリギリ詰めるアドマイアベガ。残り400、瞬く間蹴りをつけるわ。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは15番、先頭は変わらず15番、15番、まだリードをキープしています。追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。残り200、アドマイアベガ並びかけてきた。アドマイアベガぐんぐんと上がっていく。アドマイアベガ抜け出した。アドマイアベガ足色は衰えない。アドマイアベガ1着でゴールイン。実力をいかなく発揮しレースを制した。勝ったのはアドマイアベガ。菊の舞台で見事勝利をつかんだ。2着には15番、3着に入ったのはテイエモオペラ王。一等星の輝きをここに。